クイーンダリー・ウェザースプームはアメリカ合衆国ミシシッピ州関東出身のプロバスケットボール選手。NBA の FA。ミシシッピ州関東で生まれ、二人の弟がいるが、二人ともにバスケットボール選手である。中学でバスケットボールをはじめ、ベルマ・ジャクソン高校で2012年、2013年、2014年と続けてミシシッピ州のタイトルを獲得した。 2015年にミシシッピ州立大学に入学し、初年度にサウスイースタンカンファレンスのオールフレッシュマンチームに選ばれた。1試合平均12.0得点、4.7リバウンドを記録した。2016年11月21日、試合中に手首を負傷し、その後のシーズンは欠場となった。復帰後、2年次に1試合平均16.5得点。 5.1リバウンドを記録し、オールサウスイースタンカンファレンスのセカンドチームに選ばれた。3年時に試合平均14.4得点、6.0リバウンド、3.3アシストを記録し、ミシシッピ州のベストプレイヤー賞を獲得した。オールサウスイースタンカンファレンスのセカンドチームに選ばれた。2018年4月6日、2019年の NBA ドラフトにエントリーを表明したが、後に取り下げ大学に戻った。4年時にオールサウスイースタンカンファレンスのファーストチームに選ばれた。2019年の NCWA トーナメントで敗退したもののトーナメントで通算2000得点を記録した3人目のプレイヤーとなった。2019年6月20日、2019年の NBA ドラフトで サンアントニオスパーズから2巡目の49位で指名され2019年 NBA サマーリーグにサンアントニオスパーズロースターとして参加した2019年7月8日スパーズと 2A 契約を結んだレギュラーシーズンありがとうございます